悔しい思いをしてきた先輩たちの思いというのも僕たちがそれをなんか晴らすことができたので本当にそれも嬉しく思います。来年のパリオリンピックに向けて本当に止まることなく僕たちは成長していかないといけないですしこれが僕たちの第一歩として頑張っていきたいと思います。